教師のみどです。プレミアリーグ第22節ざっくりまとめ。今ちょっと最初にね、訂正をと言いますか、まあ、謝罪をと言いますか、はい、僕らはですね、あの7時間耐久配信の後にこちらを撮っております、うん、ちょっと顔つきが暗かったりしたら、あ、疲れてるんだなと心の中でそっと優しく思ってあげてください。よろしくお願いします。はい、ということで22節なんですけれども、ちょっとですね、触れる試合が多いです。はっきり言うと、申し訳ないですけれども、1試合あたりの密度はちょっと、まあ薄まっちゃうというかね、薄まっちゃうので、しょうがない、はい、ということで、おそらく8試合ぐらい増えることになるんですけれども、ワンポイントとかね、はい、そんな感じで早速やっていこうと思っております。レッツゴー。まずはノッティンガムフォレスト VS アーサル。はい、はい、意外とアーサルはですね、まあ、ノッティンガムフォレストのホームシティグラウンドを苦手としておりまして、この試合直前までなんと、3連敗はい、3連敗したっけ。昨シーズンリーグ戦、その前は FA カップ、その前は、FA カップ。あ、ほんとか。ただ2018年ですけどね。あー、なるほどね。今結果的には1対2、なんとか勝利しましたということで、まずはですね、スミスローが先発だったよという話でございます。よいしょー。はい、今季は2度目、リーグ戦は先発でございますね。はいはいはい、一応シェフィールドユナイテッド戦かな、うん、で先発出場したんですけれども、それ以来2度目ということで、はい、まあ、スミスローのね、持ち味はですね、なんといってもね、オフザボールの動き、うん、そしてですね、まあ、決定力とかも結構あったりする。はい、まあ、昔はね、結構あったんですよ。途中出場して、まあ、決めていくなんて試合ありました。よっしゃ。考えてみたら、彼の持ち味、はい、その長所がですね、存分に発揮されたら、うん、両方とも今のアーサルに、うん、物足りないものなので。確かにな、それがあると。ピンポイントなんですよ。14分のシーンもですね、まあ、ここ抜け出して、はい、チャンスクリエイトしてね、はいはいはい、まあ、ちょっとクロスはちょっとね、まあ、ごたごたって入ってなかったんですけど、うん、こういうところでオフザボールからも、はい、果敢にチャンスを作りまして、30分もですね、うん、自分でシュートを狙っていくみたいな形で、まあ、点こそ生まれなかったものの、スミスロー先発でもだいぶポジティブな動きしてくれたんじゃないでしょうか。そうですね、結構得点シーンになりそうなところに、うん、顔を出してこれてたのかなと、うんうん、久しぶりのスタメンでこれは、うんうん、結構ポジれるんじゃないかっていう。そうですね、うん、まあ、強いて言えばですね、はい、ちょっと若干力みがあったかなっていう。あー、もっとね、ストンと豪快なシュートというよりも、うんうんうん、なんか本当にパスのような流し込むシュートを得意としているので、うん、でも結構そういうところもですね、もう近々に迫ってるんじゃないかというような、非常にポジティブでした。なるほど。まあ僕らはスミスローに甘いわけでございますけれども、はい、で実際戦力になってきてるのもね、うん、間違いないので、本当怪我なくこれから見ていきたいのかなというふうに思っております。ジェズス、まあ、今回のマンオブザマッチでございます。はい、56分ですね、まあ、サカ、うん、そしてウーデ、うん、そしてジェズスと、はい、完璧な崩しがあったわけでございますけれども、これを豪快にポストなんとか繋いで崩してやろうみたいな、ね、そうそうそう、はいはい、崩しきって点決めてやろうと、うん、で、めっちゃ崩しきったんですが、フィニッシュがうまくいかないとまたその直後のプレーですね、シャペウで相手をかわして豪快にホームランを打つというそれまではうまいのよ。そう、そこまで、本当にそこまではうまいんですけれど、うん、フィニッシュがうまくいかない、なんともちょっと頼りないシーンを、はい、連続で見せてしまったわけでございますけれども、65分ですね、はい、ジンチェンコの、うん、スローインから、うん、そのまま全く角度のないところから相手のゴールキーパーの股を抜いて、まさかの先制点。これは決めるんかい。これ決めるんかい。マジで本当にほぼ角度ねえぞっていう。なんでこれ入るの。はい、レイマ先制点奪うとですね、2点目もお膳立てしまして、1ゴール1アシストの活躍として、うん、まあ、この試合もアンオートマッチだったのかなと、はい、まあ、大丈夫だよねと、うん、信じていいんだよね、ジュース君と。わかんねえな、リスもしてるからな。リスもしてるかもしれませんけど、まあ、とはいえゴール決めてくれたことには変わりないわけで、ね、かつですね、まあ、この試合2点目を終えましたブカヨサカでございますけれども、はい、これでですね、うん、全コンペティションで10ゴール以上、10アシスト以上、いわゆる10重を、達成しまして、これで2シーズン連続なんですよ、サッカーは。おー、そっか。はい、もう次はね、リバプール直接対決待っておりますから、はい、ここで勝てたらね、優勝全然可能性あるし、逆に負けたら相当難しくなってくるという、まあ相当しびれる試合になりますけれども、もう我が軍はもう、はい、もうちゃんと戦える、うん、ちゃんとね、あの3連敗から、うん、2連勝と、そうね、 V 字回復しておりますから、まあ、非常に楽しみになるんじゃないかなということで、こちらフォレストバスアーサルでございました。続きましてですね、シティ対バーンリーということで、伊藤さんよろしくお願いします。お願いします。ということで、結果は3対1マンチェスターシー勝利となりましたが、はい、この試合の良かった選手でいうと、はい、マテウスンです。はい、俺的には結構、グッと、うん、はい、ただここまで全公式戦、うん、まあこんな感じですけど、1000分ほどなんですよね、全部合わせて、うん、出場数はね、うん、20試合と結構多いんですけど、うん、まあほぼ途中出場だった、はいはい、って感じですね、うん、ただここ最近の彼はですね、うん、出れば自分の持ち味である推進力や飛び出しをうまく発揮できるようになってると感じましたね、うん、まあそうですね、そうそうそう、うんうん、この試合のみならず最近ほんと、なんでもっと使われねえんだろうなっていうようなぐらいのいいパフォーマンス見てるので、はいはい、それをちゃんと
体現できるというか、うんうんうん、求められているものを実行できるようになってきているのかというふうに感じてますし、まあその結果この試合でも先制点アシストありましたね。フォーデンの抜け出しからヌネス、最後はアルバレスといった感じでございました、うんうん、めっちゃボールよくキャリーというか、うん、運んでくれますね。運んでチャンス作ってくれるんですけど、うん、その運んだ後のアクションなるほどが向上するとなおいいんじゃねえかっていうふうには思ったので、まあ、うん、課題も見つかりつつ、うん、いやでも本当に躍動感のある試合だったかなというふうに思いました、はいはい、そしてですね、マンチェスターシティに朗報がありましてですね、はいはい、これで怪我人全員復帰。おお、まあこの試合ね、うん、ついにハーランドが12月7日のアストンビラ戦以来っていうので約2ヶ月ぶりぐらいの、あん時俺らだってイギリスいたもんね。いやそうよ、それ以来か。それ以来だから結構確かに久しいな。そんな時間だったか。もう2月か。確かにこれをもって、うん、負傷者0人となる快挙を達成ということで、まあもうこの試合もね割と快勝ではございましたけども、うん、今後のシティブースト、うん、まあ、アーサーがリバプール倒してくれたらもう逆にチャンスなるほどね。確かにね。っていう感じはあるので、もう本当にポジれる、うん、いい試合だったのかなというふうに、はい、思いました。続きましてですね、トッテナム VS ブレントフォードでございます、はい、3対2スパーズ勝利でございます、はい、またですね先制点奪ったのはブレントフォードでございます、うんうんうん、まあモペイがね、はい、シュートを決めるんですけれども、やったパフォーマンスがなんとダーツパフォーマンスこれね、はい、こちらはですねマディソンの、うん、ゴールパフォーマンスを、まあ、丸パクリと前半戦から結構バチバチする展開もありましたね。いやそうなんだよね、もうなんか、うん、AT 長いし、 AT も長いそう長いし、うん、なんかほんとお互い球際強かったりで、うん、ファールとかも多くなってた要因もあるのかな。で後半開始早々なんですけれど、ビハインドのスパーザーですね、うん、まあ後半頭からなんと2枚交代、はい、ブレナンとホイウェアを投入するという形を見せて対策をしてくると、そこからなんとわずか11分で3ゴール一気に飛ばしていきます。いやー前半はね結構チャンスこそ作れてたんだけども、うん、意外と入らなかったりっていう、そうですね、のが全部入り始めたって感じ、ね、全部入り始めました。まあ特にですね、はい、またもうティモがやってくれたよということで、まずですね1点目のウドジェのね、はい、ゴールも、まあ、ティモ、うん、まあ、アシストついてないかなって感じでございますけれども、うん、まあ、ティモが起点になりまして、はい、そしてなんといっても2点目ブレダン・ジョーソンのゴール、はい、あれは最高のベルナーじゃないですか。あのクロスはもう至高でしょ、うん、普通さこのゴールアシストに関与するペースいいよね、うん、そうなんだよね。あんましなんかさ、うん、ゴールにそんな絡む選手じゃないよなんてさ、うん、動画で言ったけどさ結構絡んどるよな、ね、意外とポストグルーにマッチしてんのかなっていうのは感じますよな、ね、ブレナンがねゴール決めてくれた。でもちょっとこれもスパーサポ的にも嬉しいことなのかなと。そうか、なんか前回の試合ですね、まあ、ブレナンで結構ちょっとイギリスでは賛否両論分かれる、ないしはちょっと叩かれるようなね、うん、こともあった中でこういう風な、重要な逆転弾をブレナンが決めていくってところも嬉しいかもしれませんし、うん、まあそのモペイの、うん、あの煽りを受けて、はい、マディソンあの試合終了 の、はい、あのインスタ投稿1枚目あのモペイのパフォーマンスです。でもなんかね試合終わったら、うん、なんか笑顔で話してたっぽいところが、まあ、勝ったからまあみたいな、モペイもまあまあみたいななんか表情だったから、うんうんうん、どうやらソンとケインがいない状態での勝利は相当久しいと、なんだか5年ぶりだかなんだかみたいな話聞きましたけど、ね、まあ、基本的にソンとケインどっちかはいるじゃないですか。そうね、それが2枚看板がいないような状況でも力強く勝てるっていうのがなんか今のこの新生スパーズの魅力っていうところもあるかもしれません ね。はい、続きましてですね、リバプール VS チェルシーでございます。マリック6同勝対決でございます。このカードといえばもうほんと引き分け、ひたすらそれが多いよということで、改めて最後に結果がついたのがですね2021年3月5日もう3年前ぐらい、まあ、3年前ぐらいか、はい、そっからですね、はい、まあ、PK 戦での決着は、うん、ドローと換算すると1、2、3、4、5、6、7試合7試合結果がついていないと、リバプール4対1、うん、まあ完勝ですね。圧倒的でしたよね、正直ね、うん、正直圧倒的だと思います、うん、今のリバプールにはクロップブーストかかっておりますから、いやもうアンフィールドの雰囲気、うん、そして、まあ、リバプールの選手の馬力、うん、1.5 倍ぐらいやってるじゃないですか。いやもう正直心折れるよ、あんなんやられたら、あんなガンガン走られてということで、うん、23分ですね、ジョタが真ん中ぶち割る、うん、あのシュートで先制と。これが決まんないからみんなあの手この手してるんじゃないのとかね、ちょっともう理不尽でしたねこれはね。これはもうこれ決まっ
あそこ抜けたらもうしょうがないって。もうしゃあない、まあ、この試合のマンオブザマッチと言っていいでしょう、はい。2点目を決めたブラッドリー、はい、ちょっともうバケモンですね。39分に、はい、まあ、リーグ戦初ゴールを挙げるわけでございますけれども、もともとねブラッドリー君、右ウイング、はいはいはい、やってたこともありまして、あそこから、シュートがクソほど上手いんですよね。いやあのコースあの角度、打てるサイドバックあんまいないですからね。いませんね。かつですね、まあ、1点目のねジョタのゴールも、はい、アシストはブラッドリーでございますし、3点目のソボスライドヘディング、はい、あそこもね、まあ、あれは結構シンプルなサイドバックのクロスみたいな感じでございますけど、そこも精度が非常に高いと、はい、もう大活躍してるだけではございません。こちら2つご覧ください。ドリブル突破1回もされずにタックル3回、そして地上戦12分の8、はい、やっぱりこの試合攻撃も良かったけどね、守備もそうなんですよ。ムドリクとかね、スターリングとか相手にしながら、スタッツにも出てると思うけどね、マジでやられてないというか、やられてないですね。全然ね、左のロバートソンみたいな、マジで万能型のサイドバックがなんと20歳でございます、こちら。はあ、これはもういよいよアーノルドをサイド卒業してもいいんじゃないかっていう。確かにね、純粋にね、アーノルドを中盤に置いたりそういうような選択肢取れるだけじゃありません。アーノルドの控えという、まあ、このここ最近リバプールの、まあ、ずっとの課題がもう埋まりつつあるという。いやーすごいよな、これ2024年ブラッドリーはマジで注目。そしてですね、まあ、もう一人、はい、触れたい選手がいまして、ダルイン・ヌニエス。おう、はい、はい、ヒットウッドワーク4 こちらですね、オプタ先生曰く、計測史上、ウッドワーク4回叩き出した初めての選手と。これはどこまででもスターですね。スターですね。4回やってましたね。悪くねえのよ。悪くねえのよ。不思議とね。そう、結構、ほんと果敢にシュートを狙ってくし、はい、抜け出しとかもね、オフサイド低くてないし、そう、素晴らしいんですけれども。エンターテインメントを合わせ持つ。そうね、PK ミスっちゃったんですけれども、どうやらキャリア史上初の PK ミスと。あれもヒットウッドワークですからね。まあ確かにね。ということで、まあ、またコムヌニエスがスター性を発揮したんじゃないかなと、はい。まあ、対するチェルシーでございますけれども、はい、まあ、後手後手に、うん、回る中、エンクンクは、はい、ちょっと素晴らしい活躍見せましたね。あのゴールはちょっとすごくないっていう。そうだね、まあ、ああいうさ、はい、あのボックス内の密集地で、うん、ボール受けてるにもかかわらずさ、はい、うん、相手ディフェンダー全員がさ、うん、絶妙に距離出せない位置にいるんだよね。いや、そう、なんかそれをキープしてんだよね。大工こだってアリソンラインが、そう、あーみたいな、あーみたいな、ね、そうあれやってのけるアタッカーはやっぱプレミアにいますかっていう話で、彼がスタメンでね出れてたらまだちょっと分かんなかったかもっていう、そうだね、かもしれないゴールだった。続きましてですね、先ほど終わりました、ウルブス VS ユナイテッド、はい、3対4、まあもう劇的な試合をユナイテッドが制すということで、この試合ですね、ユナイテッドのイレブン、こちらでございました、ババンドということで、はい、こちらですね、どうやらテンハクがインタビューで、テンハクの就任史上最高の11人だと、おお、太鼓判中やつさ、そうですね、実際前半、はい、まあ完璧。いや正直これ圧倒しすぎて、そう、何が起きてるっていうレベルね。まあ、1点目のね、はい、ラッシュフォードのあの展開も完璧ですし、はい、2点目が素晴らしかったですね。いやこれね、まあ、ダロとか、はい、ボール運んでガルナチョへ、そしてダロとかランでね、ガルナチョが中に入るスペース開けてガルナチョからラッシュ、そこの大外回るルークショー、はい、で折り返してホイルンドが合わせると、だから全員の特徴が全部噛み合ってるよね。しかもね、このスピード感も落とすことなくっていう、いやでも決めてはやっぱ、ラッシュとルクショーこの関係ですね。ここでね、ほんと何回も使っていいアクセントになってたから、そうだね、うん、の呼吸だったよ。マジで完璧ってないし、そう、後半からは、ウルブスペース、はい、はい、ということで結構ウルブスが攻めて PK、はい、で、こちらサラビアが決めて1対2、うんうんうん、しかしですね、ここで黙っていないのがやはりユナイテッドの闘将マクトミネー。ファーストプレーじゃないか、あれが。ほとんどそうよ、コーナーキックからヘディングで合わせ、1対3、はい、こっからがドラマなんですと、はい、もうちょっと筋肉みたいになっちゃいましたマグマなんですけど、ね、コーナーキックセットプレーの流れから、ウルブスが決めると、はい、3対2の状況で後半アディショナルタイム、はい、相手のユナイテッドのコーナーキックを奪ってカウンターでネットが沈めて、まさかの3対3ドタンバーでと。これもですね、ユナイテッドね、途中からね、はい、あのマグワイア入れたり、うん、そしてエヴァンス入れたりと結構重心を後ろにね、うんうん、重めに置いてるんですけれども、コーナーキックではですね、そのマグワイアとエヴァンスがちゃんとなんでしょうね、まあ、決めきるように真ん中に入ってしまい、はい、まあ、カウンターを食らってしまうと。ちょっと
と意図がわからないというか、うん、別にコーナーの端っこにキープとかでもよかったんじゃないかなっていう、ね、うん、リスク管理しながらね、はいはいはい、まあ、一緒に見てたね、うん、あのプレちゃんのね、はい、ヨッパですね、はい、バカじゃねえのとブチ切れておりますよ。完全におつやムードの中、うん、この状況一人で打破した男、はい、18歳目いいね、そこからドリブル、うん、ドリブル、はい、ドリブルでコントロールショットですよ。メイヌ、うん、先発ですからね。いやそうよ、これやりきる体力も含めて、うん、ちょっと僕は上気してるなと思いましたねこれね。いやほんと最近でいうとこのブラッドリーとメイヌ、うん、この若手たちすげえなーで、この2人やばいね、注目され感がやばいね、やばいですけれども、これによって、はい、まあ、劇的、うん、3対4なんとかユナイテッド勝利しまして、いやちょっとね、まあ、2月のユナイテッド最強なんて言ってますけれども、ちゃんとここもね、うん、勝ち切る、はい、そしてですね、対するウルブスはですね、はいはい、まあ、ホーム9試合、うん、無敗中だったんですけれども、最後一発メイヌに沈むと、いやーまあこれはもうこういうのは、うん、追いついただけでもすげえよ。そうだね。っていう思いよ。うんうんうん。感じでございましたけれども、はい、ここはですね、まあ、ユナイテッドが、うん、まさかのもうちょっとびっくりするような試合だったんじゃないでしょうか。はい。はい、ここからはですね、ちょっとパパパパっといろいろ触れていきたい試合を触れていきます。うん。まずはですね、ルートンタウン対ブライトンでございます。はい。はい、ブライトン相手に4対0。完勝でございます。まず前半の立ち上がりから、はい、ポンポーンとね。1分と3分です。すごい。もうほんと定期的にブライトンってほんと大爆発するからさ、うん、そうですけど、とはいえここまで伸び込むかと、まあルートンはね多分後々ね特集するんですけれども、うん、やっぱりルートンのね、うん、ホームスタジアム、はい、まさにルートンタウンはですね、うん、やっぱ恐ろしいですねこれはね。いやーほんとね、うん、でもこんな快勝もなかなかないんじゃない。なかないね多分。そもそもなんか12月に行われたニューカッスル戦かな、はい、ホームで1対0で帰っちゃいましたけれども、うん、あれがなんか初のシャットアウトゲームだって言われてたもんね。ああそうか。そう、しかもシャットアウトかつこの大量得点、ちょっとルートマジで残留するんじゃないかっていうの、いや結構これで勢いつくぞってマジで、うん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 、あるんじゃないかなと。はい、続きましてですね、アストンビラ VS ニューカッスルでございます、はい、こちら1対3なんとアウェーニューカッスル勝利ということで、はい、今シーズンですね、まずアストンビラホーム戦無敗なんですよね、かつ1分けしかしてないと。そう、あと全部勝ってる。全部勝ってます。まあ、アーセナルにしても1対0、シティにも1対0と、うん、もうほんとこういうところにはしっかり勝ってる、まさに要塞だったんですし、かつですね、ニューカッスル、はい、この試合まで、うん、なんとですね、アウェーゲーム、10戦1勝なんですよ。そんな、はい、そう。1勝2分け7敗と、ホーム鬼強のヴィラ、うん、VS アウェー鬼弱のニューカッスル。で、1対3でニューカッスルの勝利なんですよね。あれまあ1戦目もね、ニューカッスルがそうなんですよね、ビアボコってましたけど5対1でボコりまして、うん、2戦合計8対2ですからね。相性いいんですかね。だからね、もしもシェアが2ゴールなんて、ね、そうね、コーナーからってありましたけれども、うん、ちょっとミラパークがついに陥落したようなって話でございます、はい、そして最後ですね、はい、こちらも先ほど行われましたウエストハム VS ボーマスでございます、はい、うん、カルビン・フィリップスが、はい、先発で出場するんですが、はい、開始早々、ちょっとちょんぼしてしまったと。いやなんとか PK 弾もありまして、うん、1対1でドローになったんですけれども、フィリップスにはやっぱり頑張ってほしいもんね。いやそうよ、だってね、うん、カード持ってんねちょっと待ってリーズ試合思い出せよフィリップスやお前はこんなんじゃねえから大事に握ってたあったのよということでですね、うん、まあ、本当もうバーッと足場になりましたけれども、はい、最後に順位表を見ていただきましょう、こちらでございます、はい、はい、まあ、上位4チームは全員勝利しましたね。そうですね、結構ここでグッと固まってきて、ビラが、うん、まあ、ちょっと痛い失速が最近続いてますな。続いておりますので、まあ、このですねリバプールでアーセナル6ポイントでございますから、はいはいはい、ここがまあどうなるのかというところと、うん、あとはですね、まあ、ウエストハムもね、はい、3連続引き分けとということで、ちょっとここの第2集団も結構面白くなってるんですよね。そしてですね、ルートダウンが、はい、コアケンを脱出と、はい、あと1試合少ないですからね、おールートンは。そっかそっか、そうなんですよ、だいぶアドバンテージのある、うん、うーん、だってレバートはですね、はい、まあ、ちょっと一時期好調が目立ったものの、うん、最近はちょっとスピードがめっきりって感じですね。でございますけれど、このですね、はい、まあ、残留争いもどうなるのか非常に楽しみでございます。はい、次は23節でございます、はい。もうこの動画があった翌日でございますね。はい、まあ、スパーズ対エバートン9時半からあるんですけれども、これは裏のアジアカップをやらなければならないと。ああ、そうか。ということで、まあ、アジアカップと並行してという非常にですね、うん、まあ、サッカーファンには嬉しい日々でございますけれども、我々はちょっと、今体ボロボロやね。もうちょっと、疲
体痛い背中痛いすいません、ちょっといつもより早口になってるかもしれませんけど、そのご容赦ください、はい、ということでこちら第22節まとめでございました、はい、よければチャンネル登録お願いします。少しだけチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バーイ、はい。